トルコ国籍の男が自動車を窃盗し、車台番号を変えて転売していたとして愛知県警が逮捕しており、中古車高騰を背景に海外にも輸出していた事件に関わっていたということで怒りの声が上がっています。埼玉の川口市でも多くのクルド人トルコ国籍の人たちが問題を起こしていますけど、まあ、他の地域でもいろいろ出てきていますね。まあ、内容はねこちらです。盗まれた車はエンジンルームなどに刻印された車両識別の車台番号が付け替えられて国内で転売されるほか、解体して海外にも不正輸出されているという。愛知県警は昨年7月、車台番号を付け替え車検を通したとして自動車販売業の男ら2人を詐欺容疑などで逮捕した。2人とも不起訴処分となったが、事故で大破し登録が一時抹消された車の車台番号を切り取り、同じ車種の盗難車に付け替えていた。盗難車は一時抹消された車として登録を受け、車検付きで転売されていたという。県警は今年7月にも同様の事件に関わった疑いでトルコ国籍の男を逮捕しており、中古市場に流通している盗難車は少なくないと見ている。県警幹部は、まずは車を盗まれないことが重要、盗難防止装置のイモビライザーやハンドルロックなどの取り付けが有効だと話しているということで、これに対してコメントでは、車体番号を削ってしまうんですよ、結局国内から出てしまえばもう勝ちみたいなところがあるから、実態は盗難車ですが手続き上は廃車、部品取り丸車、雑品で通しちゃうんです。どちらも正式に取引されている廃車とかももちろん普通にあるから、そんなのに紛れてしまうんです、とか、個人の注意以上に法の罰則化とヤードの設置と運営に制限かけるしかないでしょ。盗んで捕まったとしても3年から5年で出てきたり、外国人だからか不起訴になる場合もある。当然被害者に謝罪や慰謝料もない状況で個人で注意するにしても、盗む奴らも窃盗のプロみたいなのがやるから一般人じゃ対応しきれない。これは本当その通りで、罰則強化と制限は必要ですよね。外国人は犯罪を起こしたら即強制送還にすべきですけど、まあ、日本の弁護士が頑張って犯罪者をかばったりしてるんでね。中古部品の売買に取り外した車台番号が必要になるように法整備はしたらいいです。出所不明の中古品は売買禁止にする。その上で車台番号の売買履歴と事故履歴を一括管理してデータベース上で誰でも閲覧できるようにしたら、というように自己責任の前にもっとやることあるだろうっていう意見が多かったですね。まあ、抜け道があるから犯罪ができるわけなんで、まあ、それを防いでいくだけだと思いますけど、まあ、これをやらないってことは警察も政治家もやる気がないんでしょうね。他にも弁護士が外国人犯罪者に甘いのも問題ですね。外国人の痴漢事件で示談にして不起訴処分になったことを誇らしげに話している弁護士がいるんですけど、内容がねこれです。本件が警察署から検察庁に送致された直後に、当事務所の弁護士が弁護人としてつきました。検察官は被疑者を略式罰金処分にしようとしていて、手続きを急いでいたため、弁護士は早急に被害者と連絡を取り、すぐに被害者と示談しました。被疑者には本件以外にも余罪がありましたが、弁護士が作成した不起訴処分を求める意見書の中で、永住資格を有しない外国人である被疑者が略式罰金処分になれば、在留資格に関し多大な不利益を被ることを訴え、検察官の略式罰金処分にしないように求めていました。その結果、検察官は弁護士の主張を受け入れ、被疑者を不起訴処分としました。これ意味わかんないですよね。また痴漢するだけでなくて強姦する可能性だってあるわけですよ。まあ、性犯罪者の再犯率は高いですからね。こういう弁護士が日本人被害者を増やしていくんでしょうね。この事件についての弁護士のコメントがこちらです。永住資格を有する外国人であれば、略式罰金処分になったとしてもすぐに日本に住めなくなる可能性は低いですが、そうでない場合には日本に住めなくなる可能性は十分にあります。そのため永住資格を有しない外国人の刑事事件では不起訴処分を勝ち取ることが非常に大きな意味を持ちます。いやー、これマジでこの弁護士が何を言ってるのかわかんないんですけど、犯罪者を日本にずっと住まわせるために不起訴処分を勝ち取る努力してるってちょっと理解しがたいですね。まあ、これ見たらわかると思いますけど、まあ、こういう弁護士の問題も大きいってことですね。被害者の前でもね、同じこと言ってみろって言いたいですよ。